考えるとね、はい、からしまを抑えて今日は今から東京見せました。ショートの藤田。深いところからショート送球は一塁間に合いました。これは反省の強い打球だけに、これはセーフ。これは今リズム入りましたね。で、まあ、難しい361のダブルプレーを完成させようとしたアウトと宣告。はい、感じしますよね。打ち上げて。レフト吉田正尚が落下点、ボールは滑り込んで取っていました。乗りました。うん、センターの打球西川が打っています。さあ、これはなんか飛び出している。一塁はどうだ、ダブルプレー、アウトになった、ダブルプレー。ホームに行って、これはアウト。グラブトスになりました。当たりはレフト方向を切れてきます。勝中最後はフェンスぶつかりながらでしたが、ナイスプレー。さあ、セカンドへの打球、深いところ、一塁の友崎は一塁送球、うーん、ジャスインタイム。ショートもぎ、一塁元気、よく作り上げました。ショートへの打球、よく捕っている。石井達也、一塁送球、なんとワンバウンド、田中健介フォローでナイスプレー。今日は人道ともいえる田中健介のバランス。打ち取った打球、ローストジャイ、一塁はアウト、タッチでいきました。止まっています。サードの前、レアード、一塁はどうかな、際どいプレーですがアウト。ここはレアード、腕で掴んで、すぐに送球。初球一発でセカンド打ちた、いいプレーだ。いやファーストの横、セカンド渡辺追いついて、一塁送球、これはナイスプレーになりました。渡辺の初球から行っている。これはライトへの打球ですが、ライトを叩いてバックしてフェンス際のプレー。